電話より LINE 派のハルカイです。本日はですね、ハルカイの公式 LINE ができましたよっ。はい、今回ね、公式 LINE の方ができまして、そちらのね、告知の方させていただきます。公式 LINE で何が発信されるかと言いますと、まず一つ目がポジティブなワードです。はい、よくね、僕ポジティブにどうやってなれるんですかって言われるんですけど、もう大切なのはポジティブな言葉を聞くことなんですよね。言葉っていうのは良くも悪くも人を変えます。もうね、もうすごいね、名医でも治せないような病をね、言葉で治癒することもあれば、としてね、言葉が人をね、人を殺めるようなこともあります。言葉っていうのはすごいね、影響力を持って、僕はね、ポジティブな言葉を日々ね、皆様に発信できるような場を作りたいと思い、今回ね、公式 LINE の方を作らせていただきます。二つ目がですね、僕が今、こうしてね、皆様の前で YouTube の方発信してますけど、どのように今のハルカイがあるのかっていうね、ハルカイのね、歴史というか、僕のね、過去を全て話しますんでね、YouTube の方でもお話しさせていただいてますけど、それとかはね、LINE で、またね、改めてこういった出来事があって、今の僕あるんだよとか、こういった風にブランディングやマーケティングを意識してますって言ったね、僕のビジネスの、まあ、ノウハウとか、僕のマインドとかを、LINE でも発信してます。で、3つ目が、僕のね、講演会とか、僕のあの、出版の情報とか、その、Instagram とか、その、YouTube とかだけじゃなくて、やっぱ LINE って一番ね、手に取るじゃないですか。で、まあ、すごく分かりやすいね、ように発信していこうと思います。よくね、僕ストーリーとかで告知するんですけど、やっぱりストーリーってもう一日で消えてしまいますし、YouTube もね、どこの動画にね、そういった告知があるのかもわかんないと思うんで、まあ、LINE にね、都度、じゃあ何月何日、どこどこで講演会ありますとか、何月何日、なんかこういったイベントありますとかっていうのをタイムリーにね、LINE で発信できる場も欲しいなと思ってたんで、これを機会にね、公式 LINE の方をね、作らせていただきました。で、こちらの公式 LINE からね、LINE 限定のね、僕のポジティブメッセージとか、なんかスクラッチカードとかもね、作らせていただいておりますので、ぜひね、この機会に登録してください。で、もう一つね、告知なんですけど、今回ね、ポジティブアラームが完成しました。はい、あのやっぱりね、僕ね、毎朝ね、5時にね、起きてね、ポジティブにね、ワードをね、毎朝発信してるんですけど、やっぱりこうね、なんだろう、こう時間がないっていう人ほど案外ね、時間のね、使い方分かってないんですよ。人よりね、朝早く3時間起きるだけで1日の量が増えるんですよ。1日3時間人より早く起きるだけで、3時間かける1週間21時間で、21時間かける1ヶ月で、まあ、600時間、これが年間で言ったら何日の差になるんだってなるじゃないですか。なんで僕はね、毎朝その5時に起きて言葉を発信するっていうね、ことをやってるんですけど、やっぱりね、起きれない人多いじゃないですか。そういった方々に、まあ、どうやったら早起きできるんですかとか、朝強くなれますかとか、よう質問を受けるんですけど、まず一つ目が、早起きのコツは、カーテンを開けて寝ること。やっぱりね、もう日差しとともに起きる。もう真っ暗だったらやっぱ起きれないから、僕も全部ね、ずっとカーテン開けてます。何やったら家なんてカーテンありません。で、二つ目がですね、今回この作ったポジティブアラームです。はい。こちらの僕のポジティブアラームをダウンロードしていただいたら、朝からね、僕がね、ポジティブなワードで皆様をね、起こしてくれます。はい。どんな言葉があるかって言いますと、ダダン。いきますよ。まだ寝てるの？ポジティブ足りない。まだ寝てるの？ポジティブ足りない。起きんかーい。今日のよだれは未来の涙。今日のよだれは未来の涙。夢は見るものでなく、叶えるもの。夢は見るものでなく、叶えるもの。夢見てるより、俺見た方が幸せじゃない？夢見てるより俺見た方が幸せじゃない？早起きできて偉い！月見！早起きできて偉い！月見！寝顔かわいすぎかよ！みたいな感じのワードが、ワードもあるのと、あとこうね、お昼寝とかね、される場合もあるプラス、こう約束の時間にアラームで気づく場合ってあるじゃないですか。なんだこの、なんだろう、1時になったで、その時間ごとにの2時になったで、3時になったで、4時になったで、6時になったでって言ってね、時間ごとのアラームも設置しておりますのでね、こちらのね、ポジティブアラームの方もぜひね、概要欄貼っておきますので、よかったらね、早起きしたい方はポジティブアラームの方ね、購入していただいて嬉しいです。見事ね、ポジティブアラームの発売日にエンタメランキング1位をね、獲得することができました。これも皆様のおかげです。はい、ということでね、今回は企画とかではなくしに、ちょっと告知という動画になりましたけど、僕もね、ほんと最初からポジティブなわけじゃなかったんで、いろんなね、苦労や困難、挫折、別れをね、経験してるの今があります。で、本当にね、みんなね、ハルカイだからそんなポジティブなんだよとかってよく言われますけど、みんなね、ポジティブになれる可能性あります。そしてポジティブになったらね、未来が明るくなります。人生が楽しくなります。そういったね、幸福度を持ってくれる人が一人でも増えたらなと思って、今後もね、発信させていただきます。動画、チャンネル登録と、高評価と、公式 LINE の登録の方、よろしくお願いいたします。あとね、公式 LINE の方で、カイサロン。僕はね、すごいね、大事にしてるオンラインサロン、カイサロンについても公式 LINE で、もうカイサロンってどういうことやってるんですかとか、カイサロンって何なんですかってすごい聞かれて、いまだにね、まだオンラインサロンって何なのかも分かってない人もすごい多いんですけど、そういった部分も、そのこちらの公式 LINE で、カイサロンの良さとかもね、しっかり説明させていただいております。ぜひね、カイサロン興味がある人も、こちらの登録してもらったらね、すごい分かりやすい説明も入ってますので。はい、ということでね、今回の告知の動画になりました。ありがとうございました。